私は少年サッカーチームの監督をしていますが、トーナメントに出場し勝ち残るためには数人メンバーを外さなければならないんです。本当はどの子も試合にすごく出たがってるんですね。私は監督としてどのような指導をしていけばいいでしょうか。勝つためには誰かを外さなければならないというのは西洋的な思想であって、実は1996年頃から日本の歴史というのは全然方向が違ってきているんです。勝つためにとか利益を上げるためにはどのような悲しみもそこに持っていってもいいという考え方は96年頃から通用しなくなってきているんです。93年頃から徐々に傾向が始まっていましたが、96年あたりからはっきりしてきました。神というものが存在するならば、あるいは宇宙というものの意思があるとするならば、明らかにそれ以降流れが変わったんですね。30年ほどこういう研究をしてきてはっきりとわかるんですけど、93年頃までは力の強いものや権力的な、あるいは立場の強いものが主になって神の支援も受けていたんです。その時の神様は強いものを指導者として支援をするという選択肢しかなかったみたいで、そういう時代だったんです。でもどうも96年頃から明らかに流れが変わり始めました。その頃から甲子園の高校野球では練習をスパルタ的に徹底的にやってきた学校は優勝できなくなりまして、逆にみんなで笑顔で楽しくやろうよっていう高校だけが優勝するようになってきたんです。それからブラスバンドなどで中学高校の吹奏楽団がコンテストに出た時も、スパルタでやってきたところはやっぱり優勝できなくなって、楽しくやろうよ、音楽ってもともと音を楽しむものだから本当は楽しめばいいんだよ、じゃあ楽しくやろうよって言い出した学校のそういう考えの先生に指導を受けてきた生徒たちの音がすごくいい音になってきたんです。そんなブラスバンドが優勝するようになってきました。でも審査員の人たちは20年来変わっていないので、そういうやり方を気に入ったから優勝させてるのではなくて、明らかに音が違うってことです。全く違う音を出してくるようになったんです。今までの限界の野球だとか限界の音を超えるものをみんなが作り出して投げかけるようになったということなんです。本当に96年頃から流れが変わりましたね。それは経営の中でも同じことが言えるんですけれども、恨みを抱かせたり口外を流したり、そんな方法で利益を追求して日本の工業社会は栄えていくんだというのは大義名分としてもう成り立たない時代になったんですよ。それは勝者とか強者ではなくて、いかに恨みや憎しみを残さないかっていうことが中心的な価値になったからなんです。そういうふうに時代が変わった今、試合に勝つためには誰かを外さないといけないという考えは、それは違うんですね。勝たなくてもいいから恨みや悲しみを残さないようにする、あなたは監督として決勝戦まで残りたいって思っているでしょうけれども、残らなくていいんです。でも結果として残った場合は、そこで一人でも多くの人が幸せに楽しくなれるような試合をして帰ってくればいいんであって、勝つために行くんではないということなんです。オリンピックにしてもワールド杯にしても、勝たなくちゃ意味がありませんものねって言ってるマスコミの解説者とかが必ずいるんですね。で、私はそういう言葉を聞くたび非常に悲しい思いをするんですが、というのは日本が一番早くそうじゃないということに気がつかなくちゃいけないし、一番早く気がつくところにいるんですよ。
戦わないこと、比べないこと、争わないことというのが、世界中で最もできているのは日本人なんですね。どうぞ戦いモードから喜びモードに切り替えて、メンバー全員が幸せで楽しくなるような試合をしてきてください。